悟空、俺たちもかな、あーなんかそう、あっちの方、いたぞ。そん、何だよそれで。なおめえも何、ここは大変です。なんだか、はい、今回も地球が悪いな、海王神様。まあ、どういう、もうその悟空だ、だからし、いいえ、なあ悟空、ああ、お、当然、おら、おき、なんとなく、あん、おいしそうな、あーなら、あいつの回復力は全ての細胞回復、そっか、元気玉で決着、悪いがみんなの力、あーいな、ほらみて、あいつはあなたも、このまま私とリンクしてて
くん、まだなのか。タンくん、もう大丈夫。21号分かっています。はあ、何、こっちだ、早く。今だ、悟空。21号、あらあら、もう終わってしまったみたいですね。これはビル様、どうしてこちらに。ブルマがご馳走をたくさん用意するっていうから付き合ってやったんだ。気になるに決まってるでしょ。それで人造人間21号ってやつはどこにいるんだ。それが元気玉で2人とも一緒に。元気玉を受け止めてた悪いやつに、いいやつの方が突っ込んでいったんだ。なるほど、おそらくご自身が一番分かってらしたのでしょうね。異常な食欲を本能的に備えられた彼女がいつかま、だからご自分の意思で全てを終えられたのでしょう。自分の命を懸けてでも守ろうとしたんだろう。その覚悟を認めてやれ。21号、そっか、それならまた会えた時ありがとうって言わねえとな。はあ、何を言ってるんだ貴様。まさかドラゴンボールで生き返らせる気じゃ。ちげえって、そんなことしたら21号が体張った意味なくなるんだろう。生まれ変われるようにエンマのおっちゃんに頼んでくんだ。
そんなことできるのか。頼んでみないと分かんない。思いつきで言ったのか。そう都合よく頼みを聞いてもらえるとは思えないけどね。ま、頼むだけならいいんじゃない。僕には関係ないこと。今回の活躍を加味してお願いを聞いてくれるかもしれないですしね。じゃあエンマ様にお願いする前に地球に戻って後始末しないとね。後始末？なんかやることあんのか。18号の中にいるあんたのこと元に戻さないといけない。そっか。じゃあこいつともこれで。短い間だったけど世話になったな。でも生きてればそのうちまた会えるって。トラなんて死んだ後にもみんなに会えたしさ。貴様というやつは。まったく感傷に浸る雰囲気もなくなる。
名は天にも見放されたようだな。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。火が高まる、溢れる。